このような結末は数え切れないほど繰り返してきた。さすがこのイザナギの子供たちと世界のために命を落とせば、その席は己にあり、世界のために悪を殺めれば、その罪は己にあり、世界のために身を捧げれば、いずれ世界に忘れ去られるだろう。私と同じようにな。しかしこれこそ命が受け継がれていく永遠だ。生命様、生命様、大丈夫ですか？大丈夫？肩を揉みましょうか？これは生命？もう生命さん、忘れてしまったんですか？祝いたいとおっしゃったじゃないですか。祝う？ええ、人とあやかしの平和な時代をです。生命さんが三大家族と鬼王たちと同盟を結んで以来、人とあやかしは平和に過ごしてきたのですよ。その間一度も戦争は起きませんでした。だから祝うのです。生命さんったら、まだ寝ぼけているのですか？そろそろ庭へ行きましょう。宴に間に合わなくなりますよ。ありがとう。この人とあやかしが共に生きる素晴らしき世界に、そして諸君の旅への手向けに。生命様、お話を聞かせて。何が聞きたい？英雄のお話がいい。そうだな。じゃあ千年前の斬新城でヤマタノオロチは高天ヶ原を